こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は、バンプ高校で、アヘアヘ変化球いきたいと思います。早速いきましょう。今回、招き師じゃねえな。友達スタンプと、あとはお守り持ってきてます。早速使います。イベントデッキこんな感じです。神楽、神高、相良ちゃん、立川、葵、阿久津と。これで、アヘってみたいと思います。いきましょう。お、3人か。こっち行きましょうか。もう本当に、バンプ高校の、刺激ですね。を使って、まあ、へへんしてみようと、本当、それを、まあ、遊びに行ってみようという感じですね。うん、2人。強、16もらえる。行った方がいいかな。いいか。まずはしっかりと、チームメイトの評価を上げていきましょう。集結できるな、違う。2人。2人か。まあ、いいか。強化。さくらちゃん、来たかな？うん、青い。まあ悪くないけど、よくもないな。お、いきなり。ナイス。魅了かい。まあ、集まれば結構大きいかもしれないですね。相良ちゃんも来たんでね。うん。もう魅了しちゃうか、こいつら。相良行くか。お疲れにしようかな。クイック。まあ、お疲れかな。魅了いらねえ。くれないっすね、こっちなかなか。そして変化もなかなか入らない。相良ちゃん、早く告白来ようよ。うん、よしよし。葵も行きそうですね。ちげえ。ただイベントやっぱ走りますね、この高校。吸収？休むか。この極限状態のやっぱ仕様がかなり大きいんでね。神楽。阿久津にしますか。刺激入りましたね。で、コメント欄で皆さんに教えていただいたんですが、このバーですね、の大きいところが、確率で何に変わるか決めてくれるみたいですね。なんでこれ行くと刺激の確率が高いと。ミリオンになってた。神楽ばっか来るな。
やばい、ピコピコしてる。じゃあ、魅了しとくか。ブラッドタックできる。勝ち運とリリース。強化。おい、全然アヘらないぞ、まだ。よしよし。なんとか入りましたね、クリスマス前に。オッケー。うん、強化が一応入ってると。よし。ダサンシーンいいですね。お、一人か。うん、でもこれもういっちゃってんの。現在デスノート博士、嘘の名前書いたらな、自分の名前、嘘の名前書いたらいいか。お、ではこれでは失礼します。マラソンで新記録を出しちゃってじゃあ成功したんだな。お、いいよ。よし、刺激。2人くらい固定できると大きいですね。モフモフ。で、バニラ。レバニラを食べないと変な感じだし。お、二人。まあいいでしょう、これで。強化。うん、いいですね、進んだ。カグラ坂。まあこのまま突っ込むか。技術がねえな。刺激になってほしい。ダルジオさん。いいですね、敏捷をくれる。うん、二人。吸血まだいいな。よーし。これで三人くらい重なってほしいっすね。いや、めっちゃあれも重なんね。ここで刺激きついぞ。いやー、4ターン。4ターン無理だろう。ちょっと一人足止めするしかないな。
うん、まあこういうこともある感じですね。難しいな。気分転換したら。おーい。吸血してんだが。一歩遅いんだよな。うん、切れないし。おお、ここで集まっていくバンバン。うん、立川がちょっと急速で固まっちゃってるのがまずいので、まあターンをデートか何かで消費していきましょう。逃げ。44か。デートでいいですね。うん、あとは神高からスライダーのコツをもらいたいですね、早めに。やる気下げられた。こんなんあるか。おお、そこそこだな。おお、いいっすね。バンプ高校がすごいというよりは、こいつらの集まり具合がなかなかいい感じだ。刺激。おお、神高1ですか。まあしゃあないな。お命、お命じゃねえや。あなたの血をちょうだい。やめて。うわ、やる気、やる気がバンバン下がっていく。ブラッドタックで、うわー、ブラッドタック。まあこれやる気を回復しましょうか。刺激ですし。来い。 OK。 2人。ああ、まあこれは今度か。よしよし。うん、2人か。見たか。ほんと緑はそんな大きくないけど、スライダー取れるからな。よし、最大まで掴んだ。表示変わりましたね。そうなるんだ。うほー、きつ。強奪ね。1人。すら。全く固まってない。うん、玉持ちっすね。うん、コツが多いやつをバンバン連れて強奪ハマるとかなり強そうな感じしますね。玉持ち。技術がありません。チームはまあ弱くはないけど強くもないって感じですね、イメージ。俺が考えた。
神楽坂か。もうコツないんじゃないかな。結構取った気しますけど。もうないです。いらんでした。これデート行って次備えましょうか。アジ。カメラでいいでしょう。これはさすがに変化量的に成果をしてほしいですけど。よし。で、三級者になってきたと。はまらんな、なかなか。なんだ、通院？肘爆弾か。まあ。やることないんで行きましょうか。おお、一発。神高低め。まあ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 。結構上がりますね。カーラちゃんの評価。おお、二人。これ、ピコピコしてるけど、いかんと死んじゃうのかな。二人か。三人くらいだったら行きたいけど。でも、強えな。これもいいっすね。監督もいるしな。ちょっと様子見ようかな。もう一回ぐらい耐えられないかな。やべ、吸収になっちゃった。なるほど。これが、罰みたいですね。体力が下がるのと、オール20マイナスだ。で、吸血、ちょっと休みたいな。みんなを注意でいいな。吸血しましょうか。ああ、これでも直せるな。爆弾系は。結構やればやるほどほんと分かってきますね、少しずつ。ブラッドタック。これでも強化と刺激がはまんないと、アヘヘンきついな。強奪になった。おお、これ強奪してみたいな。コツの取得力弱い。でもこれ結局立川しかもらえないかな、もしかして。立川しかもらえないかな、これ。まあいい、まあいいか。もうちょっと待つか。
カメラ1。休む？いいか、突っ込むか。強奪したいけどな。変化すら。結構伸ばせますね。知的術がない。よし、火事。蚊取り線香。蚊取り線香にしとくか。吸収になった。逃げ玉。おいや、ここで吸収かよ。ペナルティ受けた方がまだマシだな。神高で引っ込んでいきます。強奪くれない。これやる気下げきついな。これ大丈夫かな。監督評価。リリーフだ。ほんとこの高校はしっかり監督行かないと。もうリリーフの連発ですからね。あれ伸びをもらってないな。スタミナ上げとく。行きましょう。あとはもうほんとチームメイト頑張れと。よくジャスミンに対して粘った。ここまで褒めて使わそう。3番ホムラか。きつそうだなこの打線。ほんと早く低めが欲しいですね。神高が全然くれんすね低め。休むか。おお、いいっすね。3人じゃんじゃん。ここよし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 。頼んだ、みんな頑張れ。お待たせいたしました。これ刺激がハマったらかなり強そうな感じします。負け越しのピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で福岡乗り越えないというか、これ三振といいところがありません。第3球を投げました。低めがないんでマジきついっすね。第4球を投げた。アウトコース低めストライク。次は5球目。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9直球高めボール投げた。2球目ストライク。投球はこれから3球目。第4球を投げた。4球目ストライク。第5球投げた。危ない危ない危ない。危ない。次が6球目。一塁ランナー自動的にスタート。三振。危ねえ、勝てた。よし。刺激したいぞみんなのこと。お休みしますか。まあ遊んどくか。おお、これは
ちょうど2ターンだし、今マチェならサクルか。さあ、頑張っていきましょうか。お待たせいたしました。9時だった。バンプ先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で鉄か。低めが欲しいな。低めが。第2球直球ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。南田三振。大坪ナイスピッチ。バッターは7番小立。第9球インコース低めストライク。まずは決めてきました。投げました。ボール。カウントワンボールワンストライク。投げました。インローを見送ってストライク。投げました。オーケー。空振り三振。最後はキレのある変化球。2番モフモフがホームランを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で投入。ダブルタック以上が確定してるんだよね。2ターン。第3球を投げました。これはなかなかいい感じだな。第4球を投げました。外角低め空振り三振。第9ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。投球はこれからよし。ストレート空振り三振。大坪。うん、まあ2点あればなんとかなる。ここはなんとかしのきたい。ワンアウトランナー1塁2塁という場面でやりたい。今日はショートゴロとフォアボール。インコース低めストライク。これで追い込みました。見逃し三振。大坪ナイスピッチング。左バッターボクサー2番トーネ。今日はセンターフライと三振。第2球投げた。アウトローを見送ってストライク。第3球を投げた。外角低め。ストレートは外れてボール。カウントはオッケー。見逃し三振。うん、次行けますね。ピッチャー柵はほんと怖い。さあ、ここからダブルタック以上。よーし、うん、これがハマったらマジ強いですね。柵でいいだろう。うん、総編も19まで来れてますね。盆栽で。お待たせいたしました。よし、ナイスナイス。バンプ、ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で滋賀。第1打席はセンターフライに倒れています。第3球外角低めいっぱいストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。空振り三振。最後はキレのある変化球。バンプ、ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー1塁3初球落ちました。危ねえ。ファール。これはサード間に合いません。ファールボール。第2球投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。ここはしっかり三振取りたい。ここはなんとかしのきたい。ノーアウトランナー2塁。膝元空振り三振。バッターは4番村上。今日はショートフライとレフトフライ。直球見送ってストライク。投球これから2球目。第3球をアウトロー。空振り三振。第9球初球打った。ショートの不調、取りました。これで3アウト。バンプ、ここはなんとかしのきたい。2アウトランナー1塁3塁という場面で荻野。第2球決まってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球はナイスコース低めいっぱい。見逃し三振。9番バンク、ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー2塁という場面で板垣。ここまで3安打。第2球ストレート見送ってストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。なんとか勝てましたね、完封で。毎回こうだという。さあ、5人来い。
5人来ても、でも999人あるのか。うん、2人。休息が全く開けられないな。うん、もう伸びに振りますか。うわ、技術技術だ。鬼のように取られる。行きましょう。いやー、その2失点きつい。ノーアウトランナー2塁という場面で岸田第2球投げました。第3球を投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。見逃しの三振。さあ、このピンチで迎えるバッターはトリスタン。第1打席はセカンドフライ。初球から打ってほほほ、メールちゃんやばいね。そのままベースに入ってツーアウト。第9球初球見送ってストライク。2点きついっすね。失点したらマジで高下がりだなと。変化球、空振り三振。パーシバル、まあ、バンク追加点のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面でモードレット。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第3球を投げました。見送ってストライク。第4球を高め、空振り三振。打順をトップに返ってガラハド。今日はサードゴロとサードフライ。ボール、わずかに外れました。第2球、投げた。第3球を投げた。3球目ストライク。変化球にキレがあります。4球目ストライク。第5球、投げた。ストレートはボール。カウントは3ボール2ストライク。打った。うわ、レフトへ持っていった。ヒット。ボールが点々と転がっている。円卓1点入りました。やばい、これ積むぞ。これもう1点取れたら。まずは入れてきました。第2球ボール、膝元へ。これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。第4球は見送ってボール。カウント2ボール2ストライクです。ボール、フルカウント。てくれん。投げた。見逃し三振。結構厳しいですね。ピンチを迎えました。ノーアウトランナー、コントロールのせいかな。トリスタン、今日はセカンドフライとファーストゴロ。第3球、スライダー見送ってストライク。怒られるみたいな。変化球、投げました。外れた。ボール、平行カウント。次は5球目、外角低めいっぱい。見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。そういや怪物球威全く来なかったっす。マリンボール見送ってストライク。第4球を投げました。見送ってボール。カウント2ボール2ストライク。投げました。よし、外へ逃げるスライダー。なんとかだ。ピンチを連続三振で仕留めた。マリンボールの方が危ないんだ。初球打ち、ライトを掴んだ。大坪ベースカバーメルちゃんダメだろ、その格好で野球しちゃ。バンクダメ押しのピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でガラハド。今日はここまで3打数1安打。ストレートはボール、高め。カウント1ボール1ストライク。3球目ストライク。変化球にキレがあります。第4球を投げました。内角低めいっぱい。見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。投球これから2球目。投げた。3球目ストライク。うわー、超ナイスコースだったな。カウント2ボール2ストライクです。第5球ねじ込んでいく。空振り三振。ちょっと試合には勝てないかな。厳しかったですね。うん、なんとか、まあそれなりにはくれるでしょう。うん、サイン中継かな。うん、なかなか面白い回でしたね。もうちょっとハマったら本当に面白いな、これ。で、無理。
めちゃめちゃ無理。アヘヘンはこうなる運命なのか。で、まあこれでいいでしょう。うい、できました。ミスさん、てか2つしかないぞ、金徳。うん。20かな。もうちょっといけそうですね。24くらいはセンスだったらいけそうな感じもありますね。うん。で、今回は、血がなくなるのが2回。あとは、なんでしょうね。もうちょっと刺激がハマってくれたらっていうのはあるので、かなり伸ばせそうな感じはしますね。うん。これは、お、2個目。新たな、アヘヘン高校の誕生かなと、個人的には思いますね。はい。今回の動画は以上となります。もしよろしければ、皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。まとめサイトのリンクも貼っておきますので、遊びに来ていただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。